何なんだあれ。あ、平木さん奇遇ですね。はい、奇遇ですね。あれ、平木久しぶり。久しぶり。ガサガサやろうか。ガサガサやろう。ガサガサやろうか。ガサガサやっていただきます。やるやる。あ、ほんで、あ、平木さんじゃあ川でちょっとやってもらっていいです？ガサガサって知らないって。あ、やったことない？やったことない。あ、マジで。バス釣り専門なって。ああ、釣りの方ね。なるほど。50アップを釣る。平木これ網これないと取れない。これ使うの？うん。ちょっと気をつけて。結構取れるのこれ？いや、その辺から結構危ないんで。こんなとこ降りれる？降りるよ。行きます？足場悪いです。ちょっと気をつけて足元危ないんで。めちゃめちゃ川危ないんで。やったことないんだって。あ、やったことないんですか。重いですよこれ。気をつけて気をつけて。あ、おるおる、あゆ、あゆがおる、あゆが、あゆが、おだっとだ、入った入った入った。あ、取れた取れた。入ってない。何やん、そばと言って。あ、平木さんね、ポイントがあって草むらの辺にいるんですよ。あ、ああいうとこ、あっちあっち。平木さん、暑いっすね。暑いですね。これ35度ぐらいありますよ。入りたいです。あ、いいっすよ、泳いでも。泳ぎます？泳げないです。泳げないけど入りたい。あ、やってますね。あ、取れた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 よ。お、こっち、おいおいおい。何が何が何が取れたの？いや、なんか蛇みたいな。嘘、どうしよう。ヘビじゃない？何これ？こっちこっち、丸、こっちこっち。平木さん、これ水、水入れて。水、死んじゃ死んじゃ。水、水。死んだ、死んだ。死んじゃ、死んじゃ。よし、入れよう、入れよう、入れよう。触れる？平木さん。触れない、触れない。触って、触って。触れない、触れない。あ、ダメ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 。素人さん。あんたら素人なんだ、ここ置いて。なんで置いたら、いや、いいの、いいの。置いて。うん。で、手で取りゃいいじゃん。こうやって。ヘビ、ヘビ、ヘビ。見ないと泥入っちゃうでしょ。ヘビか。ヘビゴール、ヘビゴール。平木さん、どうすか？見て。これ、ね、あ、じゃあ、マルコ、今、土壌いたのに捨てちゃったね。え？あれ、あれ、あ、ごめん、ちょっと、あの、老眼鏡も止まるんで、見えて、今、履いてたのに、土壌を捨てちゃった。見えとるって。平木さん、どうすか、これ。こんだけですか？え？え？ダメ？ちょっと足りないっすか？足りない。あ、自己中ですね。うん。ほら、やっぱ、俺がやるとすぐだね。そうだね。この前バス触ったんで。ああ、正直あんまり興味ないんですね。まあ、とりあえず来てみたっていう。ああ、わかりました。でもなんか自分の経験ですね。ああ、な、経験ですね。じゃあ、この辺をね、いや、この辺をガッてやろう。ガッ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 てやろう。ひらぎさんは結構自分中心な人なんで。撮影のためなんですか？ああ、もう嫌だけでやってるっていうね。撮影のためだけに。とんでもない人なんですよ。ああ、ひらぎさん、ちょっと下手。あ、ちょっと、もうとりあえずガサガサって。で、生き物がいる。これがガサガサ。そうそうそう、初体験ですね。あ、取れた取れた。あ、取れた。あ、嘘嘘、見せて見せて。こっち見せて。あ、本当だ。こっち見せて。いっぱい。エビ、エビ、エビ、エビ。入れて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 。エビ取れた。エビ、エビ。いやー、いましたね。うん、おお。なんかもうこれあれですね、俺ら、はい、ヒイラギさんのなんかイメージビデオみたいになってきましたね。そう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 、もう本当完全脇役だよこれ。うわ、暴れる。うわ、撮って撮って撮ってください。それ仕事です、ヒイラギさん。これ暴れる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 。ダメなんだ、ダメなんだこれ。ちょっとこれ慣れるから、別に毒とかないんで。毒とか全くないよ。エビだからこれ食べれるから。これエビ食べれるんだよ。エビに見えないこれ、ヒラギ。これ見えます。これエビに見えないって目悪いよこれ。老眼鏡もとかない。暴れるから。あ、まあ、いや何今の。あ、なるほど、うん、あ、やっぱり生き物初体験なんだね。そう、初めてなんですよ、ヒイラギは。これぐらいのバスは。あ、バスはね、得意なんですよね。バス釣りは。なるほど。大きいやつがいいんだ。ヒイラギさん、どうですか、本音で。あの人いいですよ、今日ブレイコーで。
今日張り切ってますね。あ、マジで。普段どんな感じ？前のバス釣りと違って張り切ってます。あ、普段マルコはどんな感じなんですか？普段マルコ、ええ、私と一緒で口が達者です。あ、口が口だけ。ちょいちょいってかなりうざいです。あ、マルコさんね、ちょっと性格がちょっとねじ曲がってるっていうか。変なのか取れたけど。え、取れた？何これ。いや、わかんないよ。取れた？気持ち悪いんだけどこれ。何これ、高橋君、これ何これ。入れて入れて入れて全部。あー、気持ち悪いんだけどこれ。え、何が取れた？こいつ。これ何これ、触れる、これ変なの、これ、うん、こいつ。まさかあのヒーラーさん来てくれると思わなかったんで。やろうと思ったんですけど。ええー。あ、もしかして金もらえるんじゃないかっていう、そういう下心でね。来たと。あ、YouTube どうですか、ヒーラーさん。YouTube。あ、YouTube 調子いいです。あ、調子いいですか。うん、あのうちのチャンネルで2回ぐらい出てもらって、結構評判良かったんですよ。あ、じゃあ今日今回3回目ですか。そうですね。そして一言、じゃあ視聴者の方々にメッセージ。正直。はいはい、なんですか。私のこと見れる視聴者は。ええ。幸せ者ですよね。ああ、確かにね。ヒラキさん撮れましたよ、いっぱい。え、撮れた？変だね。あ、ちょっと頼むわ、全部じゃ。ちょっと気持ち悪いな、俺これ。触って触って、それカマキリ、カマキリ。いやだ、カマキリだって。毒ないこれ。ない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 、食べれる食べれる。これ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 。あ、トンボトンボ。何これ。入れて入れて、トンボ。もうね、ほんと素人さんがいるんで、この基本がね、できてないんですよ。この下、下流から上にこう探検していくと。下流から上に。あ、取れた取れた。さっき折ってたよ、それ。取れた取れた。これ吉野ぼりですね。ヒーラーさん食べます？このままですか？ええ、生で。いいですよ。え、無理ですか？冗談でも弱すぎます。わかりました。取れましたかね。あ、なんかエビが入ってるな。エビ、筋エビですね、これ。でかいな、それ。うん。釣れた。嘘、釣れた。どれどれ。あ、エビだね。結構取れてますね。軽くやってるだけなんですけど、バンバン取れてくるって、生き物が。なるほど。手で。あ、あ、手でこう掴んで。あ、危ない危ない危ない。マルコ釣れたんけ。取れました。あ、なんか魚が入ったよ。取れた。あれ入れて。どこ行った。どうですか、ヒラキさん。マス釣りでもこんなベタベタにならんかったの。え、なんですか。マス釣りでもこんなベタベタにならんかったの。ちょっと不愉快だと。ほらほらほら、取ってる。お、取れる。目悪いのこれ、うん、ゴミゴミ。あ、ゴミか、うん、ロフン鏡持ってきて。本当にヒラガサガサやな。やる。あ、やってくれる。ヒラギ、お茶くんじゃない。ヒラギ、本気にしてます。あ、お願いします。ハンドパワー盛るのもいいね、これ。たまには。取れた取れた取れた。ザリガニがいるよ、そこ多分。どうだ。エビ。これぐらいは簡単です。あ、なるほど。簡単なんだ。逃げられた。逃げられた。入ってあるの、最初から。別に何、なんかまだ痛い。もう正直、ね、私クラスの人が来てるってことは、はい、2人とも、ええ、もっと幸せに思った方がいいですよ。あ、マジで。なるほど。そう。いや、わかんない。私は、え、な、なに、なんすか。はい、3年間、ええ、1位取ってきた。1位、ナンバーワンだって。ナンバーワン。あ、3年連続。何変わり。ああ、なるほど。え、で、だからどうしたんですか。だから、ええ、みんなもっと私を誇りに思って。あ、誇りに誇りに思えって。なるほど。ちょっとじゃあ生き物観察しましょうか。結構取れてますね。
みこし登り。なるほど、やりましたね、ひらりさん、ね、じゃあちょっと逃がしてあげましょうか、ゆっくり逃がす、はい、あ、もう観察終わったんで本当に逃がしますね。あ、はい、結構自然が豊富ですね、ひらりさん、ここまた来るわ。え、なるか、また来るわ。あ、じゃあまたお願いします。ガサガサ、またやろう、ひらり、一緒にやろう、またやろう、ひらり、またやろう、またやろう、お願いします。じゃあお疲れ様。